今回のお題はこっち側でピッチ、こっち側でステップタイムの長さ、ふわりですね、フローコントロールします。まあやってみると、まあ、なんかやってるだけで楽しくなりそうな気がいたしますが、では本編ご覧ください。それじゃあ今回はこっち側でピッチ、こっち側でステップの長さ、ふわりですね、これをコントロールします。例によってこっち側はシンセンにつながってます。一応スタートさせるとこういう具合になってます。ステップの長さをこっちの CV で変えるの簡単です。このチャンネル2のこっち側のアウトですね、これこいつを下側にあるテンポ CV イン、これに入れるだけです。こうやると、この内部のステップを進めてる、まあこれも VCO になってるわけなんですけど、その VCO の周波数がこれでこのこっち側のボリュームで変わるってことですよね。じゃあちょっと、まあ、ステップ2ステップの繰り返しでやってみると、でこれでこれ上げていくとこういうことですね。まあこんだけの話なんですけど、これステップの長さ変わるとやっぱ面白いです。試しになんか適当なフレーズを作ってみますね。っていう、まあ、6個の繰り返しにました。でこの最初の2つを長くして、その後を、短くしてみましょうかね。タンタンだから、この2つを8部と仮定して、この4つを16部にしてみます。まあこんな感じかな。もうちょっとやっぱり、まあこういうことですね。まあこれだけでえらい簡単です。でちなみにこのモーグの 960C 検査の場合はですね、この3列目のこの列がですね、内部血栓でこのクロックジェネレーターに行くようになってます。でまあこのスイッチ入れるとこの列がここにつながるようになってて、この列でステップタイムのスピードをコントロールできるんですけど、まあ、ちょっとやってみると、今これ何もスイッチはオフになってる状態ですね。でこれでこのスイッチ入れると、こういう風になってます。まあこのスイッチになってて便利だっていう、まあその違いがあるんですけれども、考え方は同じですね。でこれだけじゃちょっとつまんないんで、今回はこれにちょっとディレイをかけて遊んだり音色を変えたりして、実験してみたいと思います。そういうわけで、まあこっちの例によってこのシステム700で音鳴らしてるわけですけど、まあ、これ今 VCO1 個でこの VCO が鳴ってるわけです。これでも結構かっこいい音するんですよ。でこれですね、ここに昔懐かしい、これアナログディレイです。BBD っていう素子を使ってて、デジタルじゃないディレイなんですけども、なんかスタジオのブースの端っこに置いたままになったの、蓋開けてみたら入ってたんで使ってみました。これ単に、まあ、これ今これミキサーとですけど、ミキサーのエフェクトの鮮度を
くると。これで一番短いですね。それっぽくなってで音の方をでお尻と2本してこれで適当に最後の音程をこう変えたりする。で、エンベロープの少し長め。という、これ切りありません。一晩中遊んでそうですね。ではまた。